ウェザーニュースの松井彩香です。5月24日木曜日の天気をお伝えします。那覇は晴れて強い日差しが届きます。紫外線対策をしっかりと行ってください。その他広い範囲でお天気は回復し青空が広がりそうです。ただ東京では一旦天気が回復しても午後はにわか雨に要注意です。道東は明日は雨の降りやすい空、気温もなかなか上がらずひんやりとします。その他西日本を中心に気温が上がります。鹿児島では真夏日の30度予想、京都の体感の差が大きくなりますのでしっかりと体調管理を行ってください。以上、木曜日のお天気をお伝えしました。